ということで、長野市議会議員小泉一馬、トークチャンネル、小泉ちゃんです。小泉ちゃんの皆さん、お久しぶりでございます。久しぶりに、小泉ちゃん、やらせていただきたいと思いますね。でね、今日は、障害者雇用がね、水増しされてたんじゃないんですか？みたいな話出てきてるじゃないですか。もう国から始まってね、地方自治体の方まで拡大してきてしまっています。この、障害者雇用の水増し問題でございますが、実はこれね、長野県庁も水増ししてたってことを今日発表されましたね。今日って昨日発表して、今日の今朝の新聞に載りましたよ。で、昨日まさに小泉一馬は県庁前に行きましたね。街頭演説やって、県庁は今調査している。その時まだ調査中でした。で、早くね、水増しなしよっていうことで発表して、県民を安心させてくれよなっていうことをわざわざ言ってます。これね、昨日ね、Facebook にね、動画をライブで上げてて、で、そこで言ってますよ。で、なんでそういうこと言いに行ったかっていうと、大丈夫なんですか、長野県、水増ししてるんじゃないのっていうのね、ちょっと小泉ね、心配つうかね、大丈夫かなって思ってたんです。報道ぶりか。で、どうしてそういうふうにね、思ったかっていうと、皆さんもね、新聞こういうふうに小泉は見てますっていうのをちょっとね、聞いてください。ここでね、まずほら、障害者雇用7件水増しってことで、地方自治体の方に拡大してって、で、7件で、長野県もね、調査しますよってことを言い出しました。ほほー。この時点ですでに怪しいですよね。で、大丈夫なのね、うちは大丈夫です。手帳で全部判断してます。すぐ言えるはずなんですよ。で、大事なとこはすぐパッと言えるんですよね。で、調査する。あ、なんかありそう。で、実際数字もね、長野県の法定雇用率は2.5%に対して、これ2.56%。で、2017年は2.6%ということで、ここ3年間ね、常に上回ってるんですよ。それ本当ですか？本当ならすごいよねって。小泉さんも演説ではね、常に、まあ常にというか、法定雇用率を上回っている長野県、さすがですって言いつつ、早く水増ししてないっていうことを発表しろよって言ってるわけですよね。でね、これがね、この記事が出たのが8月21日ですよ、篠原新聞。でね、その翌日に、県教委が、今ね、県が調査してるよっていう記事が載ったばっかなのに、その次の日にはもうね、県教委、この辺ね、これ、障害者雇用、県教委は手帳で確認しています。だから大丈夫ですよ、みたいなことね、言ってんですよ。でね、足並み揃ってないですよね。お役所っていうのはね、情報を出すときは、みんなせーので出そうねって仲良くな、みたいな、そういう世界観だったりするんですよね。だけど、知事部局が言ったの次の日もね、うちは大丈夫だって、教育委員会が言っちゃいました。ああ、足並み揃ってねえな、大丈夫なんかな、と。いよいよ思います、小泉一馬でございますが。で、実はこの日ね、もうすでに、午後にね、県が記者会見して、すいません、水増ししてましたってことになっちゃったんですよね。で、それがこの記事ですよね。篠原新聞、県11人を不適切参入、障害者雇用。で、なんだ、県警察本部も、職員1人水増ししてましたっていうことを言ってます。で、本当はここにね、県教委も同日発表っていうふうに持ってきたかったんでしょう。罰が悪いことを言うときにね、なんか明るい材料あった方がいいかね。いやー、教育委員会は大丈夫ですから、みたいなね。まあ、県教委もダメだったらダメで、みんなでせーので、赤信号をみんなで渡れば怖くないじゃないけど、みんなで、発表すれば少しずつ肩の荷もな軽くなるから、それでやろうなって。まあ、そういうことだったんだと思いますよ。これ、憶測ですよ、小泉一馬のね。だけど、県教委として見ればね、なんでそんなの、ちゃんとやってない奴に合わせなきゃいかんのか。うちはちゃんとやってる！
うちはちゃんと早くやっちゃえ 抜けがけされちゃったんですよ。だからこの記事出た時点でね、あ、かなり怪しいなと思ってました。この記事読んでね。だからその日のうちに県庁前行って、ちゃんと出せよと、ごまかすなよと、小泉和馬は街頭演説してきたんですよ。で、そしたらその日のうちにね、実はってことになりまして、ああ、よかった。いいタイミングで県庁前で訴えられたよなっていうのが小泉和馬の感想でございます。まあ、こうやってね、小泉和馬はね、新聞をね、裏まで見る頑固支配に徹する目の持ち主ですと自分では言わないんで、皆さんそうやって思ってください。お願いします。でね、これ、じゃあ長野市はどうなんだっていうことなんですよね。で、長野市の状況ね、小泉和馬もいち早く注目しまして、もう、最初にこの問題が出た、その日かな、次の日かな、うちにね、もう、紹介書いてます。長野市役所にね。あ、翌週かな、翌週の月曜日かな。でね、長野市は市長部局、法定雇用率 2.5% のところ、今ね、2.09% です。足りてません。でね、それから教育委員会ね、教育委員会は 2.4% のところ、1.6% です。足りてません。で、上下水道局、上下水道局は 2.5% 法定雇用率ですが、1.38% ですね。全然足りてませんっていうことなんですよ。でね、なんかね、最近厳しいみたいでね、ここほら、28、29、30のあたりがね、三角字ついちゃって、足りないっていう状況になってます。でね、小泉一馬ね、まあ、足りないのは努力の結果だからある程度しょうがないと思うんで、それはね、どんどん言いませんよ。まあ、水増しはあるかどうか今の時点ではっきり言って判断できないです。あ、ないというふうに信じたいとは思いますよね。だけど判断材料はないんでね、今国が調べるって言ってんで、その結果は待とうと思っていますが、長野市もね、国が失敗こいたとか、県がこう失敗こいたとかいうような案件にはね、いち早く、お、うちは大丈夫か、おいおいって、調べてくださいよっていうことですよね。で、特にね、この上下水道局さんが、あんだけ新聞でデカデカ書かれたのにね、小泉最初紹介したね、いやちょっと担当者不在でわかりませんね、でね、済まされちゃって、で、担当者が戻ってきてもね、あ、水道局さんの、上下水道局さんの法定雇用率って何パーなんですかって言ったら、ちょっと調べて電話しますね、みたいな感じで、すぐ答えらんないんですよ。だから新聞にあんなデカデカ書かれたら、自分でね、あ、うちは大丈夫なんだろうかって。そういうふうに、チェックする、心がめって自ら持ってほしいですよね。上から言われた、議会から言われた、だから調べますじゃなくて、いやいや、これダメだったら自ら正していかなきゃいけないよねっていう、そういう心構え持っていただきたいですよ。うん。でね、だから議員もね、あんまり関心持ってこれ調べてないっぽいんだよね。小泉だけこんなこと聞いてくるなみたいな感じがありありなんです。でね、さすがにね、二回目にね、市の、なんだっけ、職員から聞いたら、いや、小泉議員、過去10年分ありますよ、つって、早速これ持ってきてくれたんで、あ、なるほど、市長とか、上層部も気にしたのか、みたいなふうに思いましたけどもね。まあ、それはそれとして。で、これ、まあ、あとはね、裏話っていうか、あんまり関係ない話になってきますけど、これね、うちの中学生、2年生がいるんですけど、これ宿題、夏休みの宿題で持ってきましたよ。なんかね、新聞記事を切り抜いて模造紙にペタペタ貼って、なんか自分で書き込みしてみたいなね、そんなのやれよって言われて、父ちゃんまだこの宿題ありました、どうしましょうみたいな風に頼ってこられて、お前いいね、たらーぞ、これやれと、これ。これね、でかい記事、一面トップの記事がもうここんとこ連日目白押しだから、貼ってきゃすぐ模造紙埋まるし、なんだったらね、市のデータもありますぜ、旦那みたいな。まだ公表されてませんぜ、みたいな。そういうことで、市議会議員の息子特権を使って、そんなデータも入れながら、宿題、やってきました。先生、よろしくお願いします。という感じですね。まあ、だけどね、この件、やっぱりね、関心持ってる市民は多いと思いますよ、小泉和馬はね。だって、民間企業はね、ちゃんと、
ちゃんとっていうか、ダメだったら、取り組みまずかったら、それが続いてたら、公表されちゃう名前をね、ホームページに出されちゃうんですよ。厚生労働省の PDF にして。これで、一人足りなかったら5万円納付してね。国に持って帰っちゃうんですよ。だから真剣ですよね。そんだけ真剣にやってんのに、お国はなんだよ。市役所はな、県庁な、市役所はまだね、足りないってだけど、県庁なんて水増してんじゃん。ズルしてんじゃん。っていうことですよね。で、小泉もね、いや、国はダメだけど、地方自治体は大丈夫だから、それで国は持ってんだって言ってたけど、それもすいません、なんか怪しくなってきました。だけどやっぱりね、小泉もそうだけどね、皆さん誰しもそうですよ。年食ったら、よぼよぼしてくるじゃないですか。俺もあと20年か30年したらね、足腰弱くなってっちゃう。で、なかなかね、表にも出づらい、社会参加しづらい年になってきちゃったね、みたいなふうに思うのかな。もうちょっと寂しいですよね。やっぱりね、ユニバーサルとかバリアフリーとか長野市ちょっと弱いよね、と小泉和夫も前から言ってるわけなんですよ。で、こういうのもね、障害ある方も社会参加できる、働けるっていうことを進めていくっていうのもバリアフリーですよね。で、その先頭に長野市役所立てていただいて、かっこいい長野市、誰もが輝ける、弱みがあっても、社会参加できて輝ける、そういうかっこいい長野市にしていこうじゃないですかっていうのが小泉一馬の言いたいところ。9月議会でね、これ質問していきたいと思います。2、ありがとうございます。